待てって。待てったら。話ぐらい聞けよ。話。解散したいだけでしょ。いきなりすぎるのは分かってる。でも話ぐらい聞いてくれ。悪いと思ってる。でもこうでもしなきゃいけなかった気がするんだ。なんで？ずっと一緒にしてきたじゃない。だからだよ。俺たち前に進まなきゃいけないんだ。進んでるじゃない。違う、変わらなくちゃダメなんだ。楽しいとかそんなんでもうやっていけないんだよ。分かんない分かんない。やっぱり行くの？親が決めたことだから。結婚の相手も自分で決めれないの？後ろ開けてもらえますか？今日の夜はさ、おいしいもの食べに行こう。あ、その前にショッピングね。買い物全部済ませたいな。うん。あ、ショッピングモール行こうか。そこでお昼しようか。うん。あのさ、なんで元気ないの？
あのさ、別れたいんだよね。あ、お腹空いてるのか。私もお腹空いたんだよね。もう食べに行っちゃおうか。別れよ。あ、パンケーキとかいいよね。表参道行く？あそこ石とかあったよね。別れよ。え、なんで？なんでいきなりそんなこと言うの？わけわかんないんだけど。嫁と子供いるんだよね。は？結婚してんの？仕方ないじゃない。気軽な感じが良かったんだもん。いや、わけわかんないんだけど、だからさ、悪いんだけどこれっきりで。え、じゃああの約束は？ん？んじゃねえよ、約束だよ、約束。約束？結婚しようって約束したでしょ。私さ、4年前に安男と出会って、あ、この人だなって思ったんだ。この人となら一生一緒にやっていけるって思ったんだよね。安男もそうでしょ。4年間いろんなところ行ったね。いろんな思い出一緒に作ったよね。楽しいことも悲しいことも一緒に乗り越えてきたよね。私のこと好きでしょ。だから結婚しよう。僕にはできないよ。Thank you.
僕たちは夢を見ていた。幻はつかめない、見るだけの存在。現実だけが僕たちと共にいる。持ち合わせてない。